キュッとやれ戻せば、はい、ググッと戻せばいいんちゃいますみたいなこと言われて、えこれいけんちゃいますみたいな、そうそう、えそんなんでいいんですかみたいな、ちょっと寝てください、やりましょうって言うから、ちょっと待ってて、え痛いですよねって、あの戻すのはいいけど痛いでしょって言ったら、うん、まあそうですね、まあ、小指一回曲げてグッと持ち上げて、ギュッとこう折れてる骨をぐーっとまっすぐに戻す、うん、どうします、麻酔もありますけど、まあでもまあどっちも一緒かなみたいな結構あれですよ、痛いですよって、そっちも痛いですよって、治す痛さと麻酔の痛さが同じぐらいぐらいですよって言われて、いやでもじゃあ麻酔でよろしくお願いしますつって、ちょっと下手れなところに出てしまって、先生もちょっとこうちょっと半笑いみたいな、根性なし来とるぞみたいな、すごいもうビンビンこう雰囲気感じて、うわ情けないなと、ナースにまでちょっとバカにされた、ナースはね一人もいませんでした、あもう全然いませんでした、踏んでこう脇の下グググググググってやって、あこうこう落ちて刺しますよつって、グーって刺して、あの指先小指の先があの痺れたらあの教えてくださいって言ってグーって言って、痺れたらってどんな感じやろうなって、なんかこうチクッてすんのかなと思ったら、指先に電気が、あれ小学生の時さ、小学校であの勉強づけや、椅子の角でこう肘の裏をカッて打った時のしびれの3倍ぐらいかな、バリ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 ってこう指先がもうバリバリバリってなって、あーはー先生これですねっつって、これのことですかっつって、痛いですっつって、すっごいねこうビビリビビって指先がしびれて、あーっつって、はい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 、はー先生みたいな麻酔せえへんほうが良かったんじゃないですか、結構痛かったよそれが、あーってずっと声出て、あーってずっと声出てて、で、はい、ぐーっと戻して、うん、でこうすごいもう痛みはほとんどなくて鈍痛のままぐーっと戻して、はい、よしとか言って、じゃあこれでちょっともう一回レントゲンを取ってきてくださいって言われて、またこうレントゲンパシャーって取って、うん、もう今度戻ってきてその直したレントゲンを見たら、うん、綺麗にもう、そうそう、ね、直した先生もほらもうどこが折れたか分かんないやったみたいな、俺やったみたいな、ちょっと感じになる、ドヤ顔みたいな、そうそう、すごいドヤ顔してたどうみたいな感じ、もう全然分かんないねとか言って、え、線も入ってないの、その中に亀裂みたいなのがちょっと入ってんねんけど、だから本当にひびが入ったぐらいにしか見えんくて、いやすごかった、というわけで聴いていただきましたボノボで、マイティシャイマイティリズムでした、本日は、骨折記念と題しまして、はい、一部内容を変更してお届けしております、提供はピーバインレコードはい、11月29日日曜日でございますけども、はい、いよいよ、明日明後日しあさって、はい、もういくつ寝るとお正月ですね、もう違います、ちょっと待ってください行き過ぎ行き過ぎ、はいはい、12月2日に何が出るよ、はい、12月2日、うん、せーの、ようこそ宇宙温泉へ、違う宇宙温泉へようこそじゃない、ほらぐだぐだやんか、ボノボのね、野音の模様を収めた DVD、はいはい、スペシャルエディションのつもり宇宙温泉ようこそ、はい、こちらがついにリリースされますよ、はい、YouTube ではもう先月ぐらいから、はい、じゃあ11月入ってからかな、ダイジェストをアップして、うん、お届け したと思うんですけども、多分これを聞いてる方でもね、うん、YouTube で見たと思うんですけども、ついにいよいよ DVD 見ますか、見ました、見ました、見た、まんちゃん、俺まだ見てないです、なんでやねん先週編集とかやってる時俺風邪ひいてあのね、風邪とかいい時なんか本当は二日酔いやったみたいですね。まあまあまあ、いやいや気にせんと、俺 もう別に俺もちょっとやってるし、いいよ、そういうの。ちょっとこのテープが止まってから始まりました。なっちゃん見た？見ました。見た。え、ダイジェストですか？違うよ。本編。本編も見ました。もう最高よね。よかった。なんかもう本当に良かった。なんかスペシャルのね、はい、今回その DVD DVD 撮影でも非常に協力していただいたスペースシャワー TV の、はいはい、
ディレクターというか、うん、プロデューサープロデューサー高山女子、はい、高山 P、はい、うん、もうあのすっごい完成したやつのサンプルをこう小山さんも見てすっごい興奮したメールが来ましたね。来て本当にあんな方やったらいろんな DVD を見てるはずやのに関わらずボノボノがすごい良かったって言ってくれてるってことでしょ。そうそう、うん、実際そういうメールに書いてたしね。書いてた、うん、数々見たけれどもと家宝ですって言ってた、ね、でなんか実家に送りますって1個、あ、そうなんだ、私のやってる仕事はこういう仕事やってるぜっていう、すっごい素晴らしい。やっぱね、あの今回はあのクレーン、しかもなんか当初の予定よりすごいでかいクレーンが入って、うん、なんかね、それも高山 P のお力です。高山 P のお力ですよ。なんかね、なんか間違えちゃってみたいなこと言うてるんですけど、あれはそうなんです、きっとツンデレさんですか。ツンデレですよ、完全に。別にボドモのために用意したんじゃないんだからねつって。そうしてる。そうそう。普段誰のためやねん。何取りに来てんだ。余ってただけなんだからみたいな、そういう感じ。そう。ほんであと客席の中段ぐらいに横に移動する、あれなんつうんですか、ね、レール引いてね、レール引いて動くカメラ、もうそれもなんか予定になかったのが1個入って、これも積んでる、それも積んでる、本当に邪魔でしょうがない、なんかちょっとここに置いときなさいよあんたみたいな感じで小山 P がそうそうそう回してくれて、超ツンデレですよ。あ、でもよかった、こう動くシーンが見れるのがいいよね。あれでね、やっぱすごく立体的になって、うん、シャボン玉が上に上がってくるところを押さえてるカメラが1台あったのね、うん、それがそのクレーンのカメラだったんだけど、うん、めちゃめちゃ良くて、それがそれ知らんな、それ。え、あったよな、あったよ、あったよ。いや、もうとにかくね、こうなんか口でも説明してもこ う, うまく伝えきれないので、あの皆さん、YouTube で、ボノボヤオンと検索していただけるとダイジェストが見れると思うので、はい、見てやってください。でそれ見たらもうすぐにもうそのまま Amazon でクリッククリック3クリックぐらいで多分買えると思うので、ぜひ楽しみにしておいてください、はい、いや本当にね、いいライブでしたし、いいライブ DVD になったなと思います。そうで、さらに2週間後にはいよいよボノボの最新シングル、はい、UK Escape が2週間後にリリースされますので、そちらの方もお楽しみください。なのでね、じゃあ夜音の時にもやって、はい、非常に盛り上がりましたし、はい、もう少しで配信決定ということで、UK スケープを聴いていただきましょう。夕立が